これはひどいよ。ひどいって、なんでキープしてんのそれ。今回はスープが燃える炎の激辛味噌ラーメンに水なしで挑戦。あのさ、はい、これは違う。それやったじゃん。ありましたよ。もう結構こんなスパンできます。地獄の担々麺やったじゃん。なんなら3人リタイアしたでしょ。そうなんだよ。ガツンと杏仁豆腐の PR もしたんですけど、はいはいはい、赤城乳業の中島さんからお礼の手紙が届いたので、ちょっと読ませていただきます。江頭さん、オラキオさん、ブリーフ団の皆さん、先日はガツンとみかん&パイン杏仁豆腐のプロモーションありがとうございました。おかげさまでガツンとみかん&パイン杏仁豆腐は準備した数量に対して驚異的なスピードで売れてしまいました。おー、そこで今度は江頭さんがかつて動画でも好きだと言っていたアップルパイを使ったガツンとアップルパイを9月18日月曜日に発売することになりましたので、またガツンとがあれば何でもできるということを証明していただけませんでしょうか。お前もうやるしかないよ。いやいやいや、ちなみに、うん、今回もガツンとアップルパイの、うん、いち早く送っていただきましてこちらです。おお、何これ。ガツンとアップルパイということでやりましょう。頭のおかしいお前だ。ガツンとアップルパイがあれば何でもできるってことを証明してみせるぜ。こちら麺匠神の手さんにやってきました。よっしゃ。今回挑戦していただくのが、はい、四川風辛味噌ラーメン赤、辛さが、うん、抜き、少なめ、普通、マシ、うん、とありまして、一番辛いのが天国マシと。天国マシ、天国行っちゃうのかよ。前回は地獄でしたけど。あ、そうだよね。うわ、天国マシと。今回もお店の方に許可をいただきまして、ガツンとアップルパイを置かせてもらっております。あ、そうだよね、そうだよね。これがないと。しゃしゃしゃ。こちら1人3本まで食べていただけます。まだ、え、さっき、ちょっと待ってください。お、これってマルチパックってことはちっちゃいやつじゃないですか。ほら、いやー、ちっちゃい。待ってよ、これ食べれない。これ、出来から食べれない。俺たち5本にしてください。5本にせめて5本だ。5本にしろ。じゃこれを3本、うん、なんでよ。俺たち食えないってマジで。俺たち大したことないっすよ。もう実は心折れてんですよ。わかりました。そうしましたら、こちらのお水あるじゃないですか。おお、はい、このお水を全員でこのポット1杯分。M と L がリタイアしてめちゃくちゃ悔しかったんでしょ。めちゃくちゃ悔しかったですよ。今回完食できなかったら僕はもうブリーフラン引退する覚悟でいきます。絶対食いたいです。全員で完食しましょう。いや、そうしましょう、はい、うん、僕は引退しないです。ダメでも、ダメでも、はい、おい、大将、はい、お願いします。お願いします。じゃあ江頭さんの方から。はい、はい、じゃあこちら。おお、エスラが地獄。しかも真っ赤。ガツンとがあれば何でもできるってことを証明しましょう。いただきます。いただきます。うわ、いく、うわ、いく。あー、いた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 、完食できた。いたいたいた、あー、頼む。みんなで飲みましょう。これ砂漠で全員死ぬパターンでしょこれ。で、最初来ない、後半来る。最初美味しい。最初美味しい。いただきます。あ、あれ、あった、こいつが地味にこういうリアクション取るから俺が嘘みたいに見えるんだよ。ふざけんじゃねえよ。まだ後で来ない。後で来たでしょ。ほら、来
きません。後で来るんだよ。追い分けをされてんじゃないですか。はい。まだ分からない。追い分けさんが行けた方が水もなくならないし。お、誰が飲まないって言った。お願いします。ガツンとアップルパイも余りますよね。いや、あー、ジョスコやめてよ。バカ野郎、バカ野郎、エルさん、バカ野郎、危ない、ビビった。いや、すいません、ビビった。何か半分、半分、半分だ、半分、半分ください。半分どうします。半分だ、半分。いや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 、半分ですか。ブリーフナー引退で。いや、半分、半分ください。M はまだ行きます。これ食いしちゃうでしょ。いや、怖くて食えない。ちょっと待ってくださいよ。怖い、怖い、半分ください。半分、半分。 M が行った。行った。プルプルしたから。いや、プルプル早いな。あーなんと待って。あー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 
これは長い戦いになりそう。そうだね。ただ、まあ、まだ皆さんガツンとアップルパイ、あ、そっか、まだ3本残ってますから、そっか、これもうまくバランスを見ながら使っていただいて、よし、じゃあもう気合い入れてみんな行きましょう、食べ始めようか。あーもう辛いよ、もう多分これもう時間を超えるよ。こっち置いといて、もう。いやいや、もうダメ、ほんともうダメ、これもうダメ。いや、マジで早いって。いやいやいや、さあ、ちょっと待って、何やってんだよ。お前、ブリーフダウンかけてないだろ。ちょっと待ってください、気づいたら。マジでしょ、ちょっと食ってないのに。一口しか食べてない。アップルパイ先食べてよ、だから。本当にみんなで使いましょう。一回もう水なしにしてスタートしようとしてない、もう。うわ、山椒が来る後から口に残って。ね、ビリビリ。ちょ、見えないかも。ちょっと。お、メガシャさん、一気に行きますかそれ。お、お、行った。一気に行った。これは行った。減らないよ。ちょっとマジガツンと言っていいですか。M が、M が一番最初に1本目に手を出した。ちょっとマジで手頭さん、マジでこれはダメだ。ちょっとこれ取っとこうって手頭さん。いやいや、先長いからまだ。分かった。これ取っとこうって、これ取って手頭さん。おいお前。ちょっと待って。ちょっと待って。俺飲んでないじゃん。なんで3人で飲んでんだよ。いやだってちょっと取っとかないと。命の水。ひどい。ちょっとこれはひどい。ひどいって、なんでキープしてんのそれ。もう一本ください。あ、これですね。うまし。これいくぞや。お、いった。よし。うわ、すげえいった。うわおお、まだ行く。すげえ、すげえ、ラッシュ。あ、うわ、やばい、減った、すげえ。うわ、
お、ここでガツンとエルモ1本目。全く動きませんが。完全にアップルパイの味です。あの中身だけとかじゃなくて、うん、もうこの外身の白い部分が完全にアップルパイの味。パイ生地ってことですか。パイ生地の。よし、行くぜ。よし、おっ、うん、うわ、すげえいってる。すげえいった。江頭さんはもうあと3分の1ぐらいかもしれない。しゃ、おっ、エルモいった。完食できなかったら、リーフダウンを引退すると。吉田さんが最初に水飲みすぎたな。いやじゃあ忘れよう。オラキオさんもうあと3分の1を切ったんじゃないですか。すげえ。僕ここで命の水もらっていいですか。この氷溶けた分。おスクライダースクライダー、みんなバッカー飲んでたじゃん。それでもじゃんけんじゃないですか。待てよ。それはそうだな、みんなバッカー飲んだって。おっと、やされた。会社さんがここで、いや、エグセスパーツをかけた。おっ、あと4分の1くらいです。3本目のガツンと。うわ、めっちゃうまい。ほんとにうまし。だこれいきますよ。おもう D、 はい、いっちゃっていいね。お疲れ様でした。さんが落ちないんですよ。うわ、僕ちょっとこのタイミングでいかないと、今いかないと多分いけないんで、いきます。はい、おエルが、おっ、あ、エルが、エル完食。エル、いったー。一番手で完食。お前ダメね。おっ、プルプルが。あ、江頭さん、はい、俺に今全部乗っけました。乗っけましたか。はい、じゃあこれを食べたら完食ですね。そうですね。じゃあ行くよ。行こう。いったー、江頭さん、完食。さすが、早かった。すごい。よっしゃー、いける。オラキオさんも一口でこれいけるかもしれないですね。頑張れオラキオ。はい、同時に行こう。 M は電源いっぱい。そしてオラキオさんもあと一口。よし、全員完食。はい、行くぞ。せーの、カウンター。カウンター。よっしゃー、よっしゃぜー、やったぜー。 M やった。全員完食しました。はい、どうでしたか。激戦でしたね。厳しい戦いでしたね。というわけで改めまして、ガツンとアップルパイが9月18日発売されますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、頭のおかしいお前ら、ガツンとアップルパイうましらだったから、絶対食べてみてね。あと激辛もうやらないよ。ご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。